視覚障害のある人と出会ったらどう対応すればよいのか、地域の見守り活動に取り組む民生委員や児童委員が研修会を開きました。実践してみるとわからないことばかりでした。はい、はい、そこでストップ上にね、ちょっとね、はい、今ね、前足を一段上げてますから、あれがこれから登るんだよってことを教えてます。研修会には浜松市西区の民生委員・児童委員協議会のおよそ50人が参加しました。視覚障害者の支援施設ウィズの施設長柴千明さんが指導しました。まず実演したのは盲導犬の賢さです。電車やバスで空いている席に顎を乗せ利用者に知らせます。はい、電車の中でこうなんです。拍手。まあ誰かがやってくれるわな。では盲導犬を連れていない視覚障害者が電車に乗ってきたらどう対応すればいいのでしょうか。すいません、空いてる席がありますか。ありがとうございます。はい、拍手。今のでウィンディさんどう思った。怖かった。怖かった、ね、怖かった、ね、はい、ね、まず声を出してください。入ってってください、はいはい、ね、それで空いてるところをご案内しますよ、はい、空いてるところをご案内します、ちょっと手を貸してくださいって言ってください。手を貸してください。はい、それであそこまで行きます。手を貸してください。そうそう、はい、こちらです。次に信号のある交差点で立ち止まっている時です。これってね、女性の男性じゃないですか。そう、なんか気をつけることあるんですか。座る前に声を出して、ちょっとね、立ち広いじゃんね。そうですよ ね、まあ見えないにしてもね、あ、青になりましたよ。いいじゃん。すみません、触ります。はい、はい、お願いします。目の見えないっていうことはそういうところに注意しないかんなってことを初めて知りました。とても参考になりました。どうやって声かけたらいいのかなっていうのが分からなかったんですけど、今日はそれをよく教わったので、これからはもしそういう場面に出会ったら実践してみようと思います。はい、恥ずかしがらずに、まずはお手伝いしましょうか、一緒に渡りましょうなどと声かけから始めるのが大切だということです。